田中選手にとって、はい、ヒールユニットの CTU っていう、はい、あのユニットがあると思うんですけども、はい、その点についていろいろ聞きたいんですけども、はい、いかがでしょうか。まず僕ヒートをずっとやってて、はい、あのヒートに関してはあの最初に話をもらった時にずっとマスコンはやろうと思ったんですけど、はい、やってる過程でこの最初に話したあのだんだんこうメキシコから帰ってきてから楽しくなってきたっていうのです、ちょっとヒールテイストを入れながらやってたんですよね、はい、すごい楽しくなってきて楽しいけど合計して2年でやめたいなって思ってたんですよ。いいタイミングで2年でやめたいってずっと思ってやってたんですけど、でそんな時にこの雑誌で試合後のコメントとかでライガーさんとかジャドーさんケドーさんがすごい勧誘して田中みのる勧誘みたいにしてて、はい、最初はピンとこなかったんですけど、はい、僕は金本さんとずっと組んだりとかしてて、やっぱジュニスタで今でもやってますけど、はい、これ組んでたらいつまで経っても同じこの位置が同じなんで、はい、とりあえず横に並んだ方が僕は美味しいんじゃないかと思って、はい、それがあったんで、これこうそのライガーさんたちのそれに乗っかるのも楽しいんじゃないかと、あのヒートもちょっとヒールっぽいテイストでやってたのもあるし、一回そのヒール行ってそのなんですかね、ベビーフェイスでずっといると、もうそのプロレスしかできなくなるんで、幅がすごい狭くなるんで、一回ヒールっていうのを経験したいので、やっぱり一番の理由はやっぱ金本さんの反対側に行った方が美味しいかもって思ったのが理由なんですけど、それで、こう、IWGP Jr. の防衛重ねてる中で、あの、ライガーさんの8の記録、8回連続防衛8の記録に並ぶ日、はい、今日勝てば並ぶっていう日が、ウルティモドラゴンさんと防衛戦だったんですけど、ほう仙台で、その防衛戦が終わって、そしたら、ジャドーさん、ケドーさんが終わった後に乱入してきて、ガーッひちゃかめちゃかされて、はい、で両国は金本浩二、ヒート対ジャドー、ケドーが決まってて発表されてたんですけど、はい、そしたらもうマスク脱ぐのここかもなと思って、おーおーそこでこのマスクをこれ誰にも伝えてなかったんですけど、はい、だってまだベルト持ってるんで、ヒートがチャンピオンじゃないですか。そうですね、はい。そうなんだけども、あのここが一番いいでもお客さんもパンパンに入ってたんで、ここかなと思って、もうマスク脱いで、はい、あの両国のカードは金本ヒントじゃなくて金本田中みのるでやるんだって言ってマスク脱いだらもう大ミドルコールになったんですそれもテレ朝から流れたんであるんですけど、はい、そうでそれをきっかけにマスクを脱いで、はい、だと同時にあこれその両国がその俺がヒールに行くっていうのをアピールするのに一番いいのかもしれないなとチケット売れてるのは聞いてたんで、はい、両国がもうチケットも売り切れになりそうだと聞いてたんで、はいだから全部それもいいタイミングが重なったっすよね。そこで、はい、そのタイトルマッチ決まってたジャドーさんたちが乱入したことによって、俺が思いつきでここでマスク脱ごうと思った。で、そのカードヒットじゃなくて田中みどりにしようと思った。で、その後の両国チケットもすぐ売れてる。はい、全部重なって。はい、だからもう試合前からもう入場前からこう金本さんといつも通りにはしてるんですけど、はいあ、もうここしかないと思ってたんで、で入場してあの時その。で僕はずっとヒートやってて田中みのるに戻った日でジュニスタ復活だったので、はい、もう入場テーマ金本さんの入場テーマで入場する時でもその女の子のファンとかがこう、はい、いっぱいいる中で試合をしてでもそのあここで行くかってとこで裏切って、はい、で CT の T シャツを着てその子たちがもうみんな泣いてるんですよねだから申し訳ないなって気持ちもあるけどもそれも、はい、俺が上がっていくためにはもうこれ選ぶしかないから、はいいうきっかけだったんですか、ね、未だに覚えてますかねあの光景リング上からその泣いてる子がいるのはすごい覚えてます、ねはいはい、すごい本当ショッキングだったと思うんですけども、はい、あの光景っていうのは、はい、しかし休憩中ですよ休憩時間びっくりしました休憩時間に田中選手のもうショッキングでインパクトがある裏切りがもう水の泡とまでは言わないですけども、はいちょうどあの試合の後に休憩時間だったのもあるんですよ休憩時間その休憩時間の話をちょっと話していただいてもいいですか、はい、あれ僕はコメントをしてたらそうですねはい普通にコメントしてたらなんかリング上がざわざわ休憩時間なのにざわ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 してて、はい、誰かがマイクでやり取りしてるんで、はい、なんだろうなんだろうと思ってたらマスコミさんもある程度話聞いたらバーってみんな行っちゃってでライガーさんもなんか怒り出してブワーって行ってしまってなんだろうと思って僕はもう何のことか分かんないんでとりあえず控室に戻ってモニターを見てたら、はい長州さんが戻ってきてて、はい、で、中田さんとやりとりしてる最中にライガーさんもガーって言ってるところがモニターであって、はい、もうなんで長州さんがいるんだろうと思って、
そうですね、その長州さんが現場監督としてサイモンさんが呼び出した、呼んだんですかね。ワイさんかな？ワイさんって聞いてますけど、ファンの間でワイさんしか知らなかったみたいなこと。2004年。あ、ワイさんですね。2004年のワイさんだ。ワイさんが長州さんを呼んだ。もう誰も知らなかったっていう。そうですね、知らなかったです。その後の大阪ドームで長州さんもだから上がるんですかね、確か。そうですね。天下を取り損ねた男っていう。はい、そうだそうだ。永田さんに言って。びっくりしました、ね。ということは、ライガーさんがね、あの、もう CTU だったんで、もう黒いコスチュームだったと思うんですけど、はい、あの、田中選手のコメントをしていた途中に抜けた感じで、もう走っていった感じですもんね。はい。だからもうライガーさん何しに行ったんだろうって状態ですよね。そうですよね。で、マイク持って、はい、あの、異常な光景でしたもんね。そうですね。で、あの日が、あの、台風ですごかったんですよ、はい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 。そんな中でも超満員のお客さんが集まって、はい、メインが健介さんと藤田さんの試合がもう速攻終わっちゃって、暴動みたいになって、肩ついちゃったやつですよね。あの、僕ちゃんと覚えてないですけど、もうすぐ終わって、はいはいはい、あ、そうか、スリーパーかけてるところで肩ついてるじゃないですか、はい。すぐ終わって、そうですそうです。でもう暴動みたいになっちゃったんですかね。あんな中来てくれたのに、はい、で僕の一件もそうじゃないですか。そのジュニスター復活で楽しみで来てくれた女の子たちにも。あんな台風の中来てくれたら申し訳ないと思ってるところに、ね、メインがあるね。はい。なんかすごい、でもあれを、2004年のあれ、両国超満員だったんですけど、その後の両国とかって入らなかった気がするんですよね。だから、多分ファン離れもあったと思うんですよね。あの大会自体の。まあ、CTU に加入されました、あの試合で両国で、はい。思い出あります。もう一番パッと CTU って言われたらこれだみたいな。でも、いや、その、ライガーさん、ザトウさん、ゲドウさんっていうすごい方たちと組んで、まず、プロレスについては勉強になったんですよね。その、すごい、いろんなことを学べた、はいはいはい、はい。期間だったかもしれないです。あとも、デビちゃんと組んでるのが楽しかったりとか。はいはい。はい。あれ、CTじゃないか。あれはもっと先ですよね、多分。あれだ、ライズだ。中村と組んでる。ですよね。CTU、僕の中でやっぱあの、今レギュラーに出ていただいているフリーダムズの佐々木隆さんがアパチプロレス軍で、はい、構想したんですよ、CTU と。その時田中選手。あれ関わってないですよね。ライガーさんたちだけかもしれない。ですよね。ライガーさんと、そうだ、ライガーさんと邪道芸道さん。はい。僕そうですね、関わってないです。そう。で、あの、ヘビー級で言うと、GBH の若部さんとかが。ああ、そうだ。やってましたね。そう、アパチプロレス軍に出てて、はい、田中選手がやってるってところがあんま印象ないんですよね。僕全く多分あの関わってないです。そうですよね。あの、ライガーさんが、鬼神ライガーって言って、はいはい、やってました。バットボーイ紀藤さんと やったりとかして、はい。あ、あれ、あれですね。CTU の興行かな、ね。CTU 興行ですね。そうですよね。あれ、望月さんと組んで、はい。金本井上組とやったかな。はい。なんかその、やってみたい選手とかいました？そのインディーで。あの CTU 時代に、はい、まあ、アパッチプロレスの誰かとやってみた。例えば金村金太郎選手とか。僕、新日本に行った時って、やっぱりその、フリーの時は、はい、この、いろんなベルト巻きたいとか、それこそ GHC だったりとか、いろんなベルト巻きたいとか、いろんな選手とやりたいってあるんですけど、所属の時ってやっぱりその、団体の、団体愛がすごいあるんで、今でもグレーになりましたけど、はい、外の選手誰かとやりたいっていうんじゃなくて、とにかくこの団体のビジネスを上げたいっていう気持ちが強いんで、そんなに外の誰かとやりたいっていう欲があんまり出てこないです。今もまた所属になったからないですね。へー。フリーでそのレッスルマンに辞めてからの5年間の間はその、はい、やっぱその GH、あのジュニアはずっと10年以上思い続けてたベルトだったり、はい、あったんですけどね。CTU 活動期間で言ったら結構なかったですよね。どれぐらいなんだろう。僕は2004年の10月に入って、2007年までぐらいですかね、CTU って。解散興行もやりました、ね。やりました。それが多分2007、3月とかでしたっけ。結構なかった気がするんですよね。CTU の解散興行は確か岡田が、和親が新日本の一番最初の試合だったんですよ。ああ。内藤とシングル。はい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 、はい、この登竜門から新日本に移籍した初戦が確か、はい、あれ2008年7か8ですね。うーん、はい、8月ぐらいだったと思います。はいはいはい、
CTU マスクってありましたよね。ありました、マスクド CTU。あ、マスクド CTU。あの頃もおふざけが過ぎて、ね、小鉄さんにめちゃめちゃ怒られたんですよ、そうそう、全員同じマスクで。そうですよね。あの、CTU 書いてるんですよ、顔にね。はい、CTU って。あの、ライガーさんがコメントで、CTU はストロングスタイルだ、マスクド CTU はストロングスタイルだ、みたいな話をしたんで、はい、僕が、入場テーマをあの、昭和のテレビ朝日のスポーツテーマですよ。てってれってて、はい、あれにしましょうって言って、もう本当おふざけが過ぎて、毎回ライガーさん怒られてたらしいですね。僕らには直接小手さんは言わないですけど、ライガーさんはすごい怒られてたって言ってました。いつも、ね、ライガーさんは怒る立場みたいな雰囲気というか、そういう風にイメージがあるんですけど、やっぱライガーさんに怒られるんですね。小手さんにはやっぱ頭上がんなかったんじゃないですか、ね。長州さんに対して一回なんかグワーってライガーさんが控え室で反論してるとこ見たことありますけど、へぇ、はい、ライガーさんも熱くなると怖いですね。あ、そうなんですか。切れたとこも何回か見てますけど、ライガーさん怖いですね。あ、長州さんにわーって言ってる時も見たことあるんですけど、小鉄さんにそういう歯向かってるとこ見たことないです。やっぱりライガーさん、メキシコで小鉄さんに拾ってもらったそうですね、うん、恩人だからってなるんですよね。長州力さんに何を反応したんですか、ね、僕ちょっと覚えてないですけどね。ライガーさんを、切れたライガーさんを止めたことって僕3回、4回あるわけです。これライガーさんが、僕その YouTube チャンネルとか見ないからわかんないですけど、はい、あの、この間人に聞いたのが、あの、幕張で天山さんにブチ切れたことがあったんですよ。はいはいはい、はい。それも僕止めてるんですけど、はい、あの、幕張で試合して、魔界4号、うん、まあ、柴田君だったんですけど、中身が。はいはい、はい。魔界4号が、あの、Y さんと来て、天山さんにこう、殴りかかって、はい、カバカバやってたら、天山さんがぶち切れて、もう、拳でぶん殴ったりとか、すごかったらしいです。はい、で、控え室が3回かなんかだったんで、僕は現場見てないんですけど、そしたらもう試合が終わったら、天山さんがぶち切れて、柴田とか言って、ぶち切れてて、はい、で、普段僕にも天山さんって敬語で接してくれるんですけど、はい、柴田どこだとかって言う。僕もあれ、どうしたんだろうと思って。そしたら、ライガーさんが、あの、天山さんがこう、こう、廊下、僕は控え室にいて、廊下でも大声で、こう、怒鳴り散らしてるんで、はい、どうしたの天山さんが。いや、もう天山さんが切れてて、しょうがねえな、あいつ、って言って、ライガーさんが笑いながら立ち上がって、はい、で、僕も、ライガーさんが止めに行ったんだと思って、身支度してたら、こう、2、3分後に、ライガーさんの怒号が、そしたらもう、みんなが天山さんの止めて、こっちはライガーさん止めてしてて、ライガーさんと言い合いになってですね。あ、ライガーさんと天山さんが。大言い合いです。ライガーさん、もう天山さんも熱くなっちゃって、もうライガーさんに対してももうすごいし。へぇ、柴田君はもう、あの、危険を察知して、Y さんと一緒に、もう会場を後にしてたらしいんですよ。はぁ、そんなのもあったっすね。へぇ、選手名は言えないけど、こう、ライガーさんが、ある選手に、こう、試合がしょっぱかったんで、モニター見てて、ちょっと説教したら、その選手が言い訳をしたんですよ。結構今、結構すごい選手なんですよ、はい。言い訳をしたら、はい、俺、わぁ、これ、ライガーさん言い訳って一番嫌うんだよなぁと思って、チラッと目の前にいた飯塚さんと目があって、飯塚さんも同じような顔してたら、言い訳はダメだよねって顔してた僕と飯塚さんの間を、パイプ椅子がすり抜けてるんですよ。わぁと思ったら、ライガーさんがその選手と金玉蹴り上げようとして、ボコボコ始めて、僕と飯塚さんで止めてって思ったんです。すごい。ライガーさんは蹴れたら怖いです。優しいんですよ。すごい優しいし、はい、あの、でもその、例えばそういうふうにガーッと怒った後でも、怒って、その選手がすいませんでしたってなったら、もう全然、その後は、時間が経ったら全然、元に戻ってくれるんですけど、はい、だからその、怒ったことを分かってくれればっていうところがわかるから、で、怒るのも愛のある怒り方なんで、理不尽なことで怒ることは全くないですね。ああ、そうなんですね。ちゃんと筋が通った話じゃないと怒らないですけど。はあ、ありますスーパージュニアで上がった最初のシリーズの武道館、はい、最終戦での時も、まあ、よそから上がってるインディーの選手が、同じ10人タッグだったんですけど、グダグダの攻防をしてたんで、はい、控え室に呼び出して、あの、この生焦点バージョン、控え室での焦点僕初めて見ましたもんね。リング上のあれとか、もう食らったこともありますけど、そうですよね。控え室で焦点初めて見ました。その選手ぶっ飛んじゃってですね。びっくりしました。いや、すごい、それは。今連絡とか取ったりしますライガーさん。あ、全然ですね。あ、一応電話番号は知ってるんですけど、はいはいはい、あの、ライガーさんが引退されるってなった時に、はい、今ちょっと試合関わりたいなと思って、はい、押してたら新日本のフロントの方が、あの、デストロイヤーメモリアル
だったんですけど、はい、あれで会場が一緒になった時に、はい、あの大田区体育館で、はい、あの時にこのシュープロさんがその僕とライガーさんの写真撮ってくれて、はい、田中みのるがライガーとやりたいと言ってるみたいな記事を作ってくれたんですけど、はい、そこ最後ですかね、お会いしたの。ああ、そうなんですね。ライガーさんに本当お世話になったんですね。はあ、まあ、DDT で、あの、新日本プロレスさんと、まあ、対抗戦というか、原島君と、田中さんの試合とかあったじゃないですか。うん、はい。あの辺とかどうですか？それはね、まあ、僕はもう本当、言えないことが多すぎるからね。言えないことが多い。やっぱ袴まで持ってきたいね。いや、あの NG ないって言ったじゃないですか。いやいや、もう袴まで持っていかないと、これは。いや、ダメですよね。ダメだろ。はい。まあ、そうだね。意外と簡単に喋るのか。なんて言ったら今サイバーエージェントという、はい、あのグループ化のもとそのまあプロレスをやっぱ広めていくっていうところで、まあ、やってるけども、まあ、具体的にはやっぱりあの、まあ、プロレスリングノアだね。